イエス様は神殿を出て、弟子たちと一緒にエルサレムの町をお歩きになった時、生まれつき目の見えない人をご覧になりました。弟子たちは、この人の目が見えないのは、彼が罪を犯したためですか？それとも良心の罪のためですか？と聞きました。イエス様は、本人が罪を犯したのではなく、良心が罪を犯したのでもない。むしろ、神の技がこの人に現れるためである、とお答えになりました。それからイエス様は地面に唾を吐き、その唾で泥を作りになり、その泥を目の見えない人の目にお塗りになりました。そして彼にシロアムの池で洗いなさいとおっしゃいました。その人はシロアムの池で目を洗うと、たちまち見えるようになりました。その日は安息日でした。ファリサイ派の人たちは、イエス様がその日、人の目を追い出しになったことを聞いて、あれは安息日を守らないから、神の元から来たものではない、と言いましたが、別の人々は、罪人である人間が、どうしてこのような印を行うことができるだろうか、と言いました。ファリサイ派の人たちは、その目が癒された人を呼んで問いただすと、彼は生まれつきの盲人の目を開けた人がいるなどということは、今までかつて聞いたことがありません。もしあの方が神の元から来られなかったのでしたら、このようなことは何一つもおできにならなかったはずです。と言いました。後で、イエス様はその人にお会いになって、あなたは人の子を、救い主を信ずるか、とお尋ねになると、彼は主よ、一体その方はどなたですか？私はその方を信じたいのです。と答えました。イエス様は、あなたはその人に会っている。あなたと現に話しているのが、まさにその人である。とおっしゃいました。すると彼は、主よ、信じます。と言って、イエス様を伏し、拝みました。